探索しながらむつみからの連絡を待とう。残り5時間。連絡まだかな。落ち着かなさそうね、京花。うん、やっぱりね。むつみさんはすごく優しそうだったし、私たちの望むようになるとは言ってくれたけど。わかるわ、私だってどうなるか心配だもの。向こうの様子も全然わからないし。今頃まだ会議とかしてるのかな。どんな話し合いしてるんだろう。戸の形してなかったらどうしよう。ねえイサナ、イサナはむつみさんが言ってた話が現実になっちゃったらどうする。実はむつみさんがアンドロイドだったらどうしようって。私たちが文明指導者になるみたいな話のこと。マジ、うん、どうするって言われても。文明指導者困るわ、そんな大それたこと。大先生やん。だよね。私も今の私たちの姿を宇宙に行った人たちに見せてあげられたらとは思ったけど、そこまで本格的なのはちょっと。オールドスリープから一番乗りで目覚めて一番乗りで連絡したからな。大功績だよな。私たちを尊重するとか従うとか言ってたから悪い扱いはされないんでしょうけど、すごく不自由そうなイメージだわ。うんうん、なんかアニメに出てくる王族とかそんな感じ。窮屈そうだよね。これでも一生安泰っていうのもあれだけど。私たちみんなで自由に楽しく生きていきたいだけだもん。そういうのはなんか嫌だな。ええ、でも考えていても仕方がないわね。待つしかできないんだし、いつも通りに過ごしていましょう。そうだね。ねえねえイサナ、今日のご飯ってリクエストできるかな。あら、何か食べたいものがあるの。いいわよ、聞いてあげる。もう物々交換の時代になるんだろうな。逆戻りやな。やったー。じゃあねじゃあね。お金の概念とかしばらくは発生しないんでしょうね。シュカあたりが世界大統領的な位置になるんでしょうか。ねえ、エリナはむつみさんのことどう思った？ん？あの宇宙移民代表さんのこと？なんでそんなこと聞くのさ。なんか、なんとなく？エリナってあんまりあっちの人たちにいい印象を持ってないのかなって気がしたから。なんだそれ。違った。これ一周目でもありましたね。よく見抜いたね。合ってるの？まあでもいい印象持ってなかったっていう過去形かな。あのむつみっち、あの人は感じよかったしね。むつみっち。うん、そうだよね。私もそう思う。さすが抜け駆け京花ちゃん。だから違うったら。冗談冗談。もう新しいターゲット定めてるのか。もうエリナの意地悪。ごめんよ、京花お姉ちゃんに甘えるあまり余計なことを言ってしまう妹のようなものだと思って許しておくれよ。そう言われたら許しちゃうじゃない。まあ実際さ、私らって置いてかれたんだなーって感じがちょっとしてたんだよね。だから警戒心っていうか反抗心っていうか、そんなのがあった的な。そんでもしかしたら今さら私たちに好き勝手いろいろ言ってくれちゃうのかなーとかちょっとだけ思ってたんだけど、でもああやって話聞いてみると全然そんな感じじゃなかったしね。あんだけ人口減ってたのもワクチンとか全然関係ないだろうな。だからちょっと反省してるんだよね。そっか。でもエリナがそんな風に考えて、そんでそんな風に気にするのって少し意外だったかも。そうかな。うん、だってエリナも割とおおらかっていうか
何でも別にいいんじゃないみたいに言うイメージがあったから。まあそうかもね。でもこのことはさ、やっぱ私たちの生活かかってたし、私今の生活超楽しいしさ、だから背中の毛逆立ててる猫みたいなモードに実はなってたのかも。エリナでもわかるよ、私もそうだもん。そうなのか。今の生活楽しいもんね。そうそう、きっと大丈夫だよ。むつみさんもあんな風に言ってくれてたし。うん、エリナがそんな風に言うの聞いてたら私も勇気出てきた。へえ、今の勇気出る流れ。しかしこんだけ電気とか生きてたらすぐに復旧できそうだけどな。うん、エリナから私たちへの愛を感じたからね。この狩猟生活は割とすぐ終わってしまうのでは。ま、確かに愛はあるからいっか。もう多分次の代ぐらいでもう終わってると思う。すぐ発展しそうな感じ。ゆゆこはむつみさんの話で何か気になることあった？気になることか。気になるというよりはなかなかショッキングであったな。まさか地球に帰ってくることができなくなっているとは。そうか、そもそもすぐに帰ってこれないんだよな。うん、私もそれはすっごくびっくりした。どうすんだろう。しかしそうなると腑に落ちる部分も多々ある。私たちの状況を把握しているはずなのになぜと思うようなことがいくらかあったからな。単純に何も把握できていなかっただけのことだったのだ。向こうも心配だっただろうね。そこで向こうの心配をしてしまうのが京香さんらしいところであるな。嫌いでないぞ、そういうところ。あら、ありがとう。で、いいのかな。技術の損失は驚いたが、考えてみると当然の帰結であるとも言える。まさか対価とは。地球と大きく異なる環境に500年という長い年月、人類という種に何が起こっても不思議ではない。うん、私想像もつかないよ。宇宙で過ごす人間の500年の歴史なんて。さぞかし様々なドラマがあったのだろうな。私たちのこの秋葉原での数ヶ月など比較にならないくらいに。500年だからな。でなければ50億の人間が3万人に減ることなどあるまいよ。減りすぎでしょ。そうだね、滅ぶぞ。そこに一体どのようなことがあったのか、あれこれとゴシップめかして無責任に想像するのはやめにしたい。それは宇宙に生きた人々への冒涜になりうる。しかしそうは言っても私たちの家族がどう過ごしたのかについてだけはどうしても考えてしまうな。ゆゆこ、大丈夫、大丈夫だよ。もうめちゃくちゃハッピーとまではいかないかもしれないけど、でも元気でそれなりに平和に生きててくれたと思うんだ。子孫はいなくなってそうですね。だってみんな私たちの家族だもん。後悔とか悲しいこととかいろいろあってもきっと幸せになってくれたよ。そうだな、そう信じよう。私たちだってこうして幸せに生きているくらいなのだから。うん。あのさ、かずみ、今なんとなく思ったんだけど、もしかずみが宇宙に移住する側の人類だったらどうしてたと思う？移住する側だったら？急に何言い出すんだ。眠ってた方がマシだな。うん、だから今なんとなく思ったって言ったじゃん。ほら、かずみのビデオメッセージ、そっくりな双子のお姉さんからだったでしょ。だからあのビデオメッセージの画面側にかずみがいてもおかしくなかったのかもってちょっとは想像しちゃったんだ。火星で畑でも耕してたのかね。ああ、
なるほどな。確かにうちもちょっと不思議な気持ちだったな。うちがあのビデオを残す側だったらか。つまり自分のお姉ちゃんに何か伝える側だったらってことだろ。どうしてただろうな。笑って励ましてたか。お姉ちゃんを置いて自分だけ宇宙に行くのが悔しくて泣いてたか。そのどっちかかな。悔しくて泣くか。そうそう、うちほら怒りっぽいからさ、悔しいっつー気持ちがわーっと湧いてきて我慢できずに泣いちゃうとか。ヒステリーやん。可能性ある気がするんだよな。そうだね、そう聞くとカズミらしいかも。だろ。そういう意味ではうちは地球に残る側でよかったと思ってるよ。こっちの方が絶対性に合ってる。そうだな。まず空気とかどうなってんのって話やし。アウトドアはもともと趣味だしさ、なんか困ったこととか不便なことがあってもやったるぜって気分になれるタイプだしさ、こういう生活向いてると思うんだよ。確かにこの生活にカズミがいたのって大きい気がするな。力仕事は引き受けてくれるし、何かと最初に行動したりもしてくれてたし。ふっふっふ、秋葉原の切り込み隊長と呼んでくれ。そうそう、カズミ隊長の後に続け。おおって気持ちになれるもんね。ありがとう、カズミ。なんだよ。あら。そこまで普通にお礼とか言われると照れるじゃんか。このこいつ。うん、だから痛いってば。頭ぐりぐりやめて。このオチである。ゆか、ありがとね。イサナは急に何でしょうか。え、イサナって最初に喋ったっけ。あ、ごめん。シカのおかげで宇宙と通信ができたから、そのお礼が言いたくて。私たち誰も UBX のコンピューターあそこまで使えないもん。ああ、そのことですか。お役に立てたなら何よりです。横から見ると意外とあるよな。宇宙側と直接音声通信を交わせたのは大きいですね。やはり理解度や意思の疎通具合が段違いです。うん、それすごく思う。むつみさんの声とか喋り方が優しかったから結構安心して話ができたけど、あれ例えば文字だけだったりしたらちょっと怖かったかも。一周目は機械音声だったからな。そうですね、本当なら対面が一番良いのでしょうが。対面？人と人とのコミュニケーションにやはり声のニュアンスというのは大切です。あるいは表情、手振り、そういった複数の要素があってこそよりお互いの理解に近づくことができます。ここじゃスマホも使えない生活だったけど、みんなのすぐそばで生活できたのは本当にいいことだったんだな。何かあってもすぐに相手の様子がわかるし、自分のこともすぐ分かってもらえるし、伝えたいことはいつでも直接伝えられるし。うまく伝えられなかったことをもう一度伝えることだっていくらでもできますしね。うん、そうだね、本当にそうだよ、シュカ。シュカと今この秋葉で一緒に過ごせて本当に嬉しいよ。あら。はい、キイカさん、私もとても嬉しいです。この生活続くといいね。ずっとずっとみんなで暮らす楽しい生活。まあ叶うやろな、それは。はい。
まあ主家とか頭のいい組が引っ張りだこにならなければ。皆さん、イサナは宇宙側から連絡がありました。今日にでも通信がしたいそうです。イサナだけ省かれた。来たか。よし、コンピューターの部屋行こう。実は仲が悪かった。結論から申し上げます。あなた方の主張は宇宙移住政府でも認められました。やったぜ。やった。問題なくでしょうか。はい、むしろ歓迎であるという意見でほぼ一致しました。すごいな、藁にもすがるじゃん。地球の人々が目覚めた際のことも我々は常に話し合ってきました。希望の星だもんな。本来は我々の今の技術でもかろうじて稼働可能な無人機をそちらへ送り様子を見る予定でした。球体のことか。そして食料などの必要物資の投下などが可能かどうか試しながら地球の回復状況を慎重に調べていこうと。ですがあなた方がこうしてコンタクトを取ってきてくれた。これは我々にとっても地球の現状を知る上で非常に大きなことです。シュカちゃん様々ですな。ですのであなた方の希望はできる限り受け入れたいという見解です。状況報告などそういった協力はぜひともしていただきたいですが。それはもちろん応じます。異論ない。でもいいんですか、私たちにその言ってみれば勝手な権限みたいなものを与えてしまっても。いや、いわば先住民ですからね。宇宙移民が衰退しているのならなおのこと地球側と合流したいのではないのでしょうか。イサナは真面目だな。だって気になるんだもの。その考えも理解できます。しかし今の我々は独立というものを非常に重んじているのです。独立？独立？はい、地球上での人類は実に多種多様な思想や宗教を持ち、それによってコミュニティが形成されていました。そういったものは時に国や人種という単位以上に強い結びつきを作りましたが、反面多くの争いも生みました。なるほどな。地球という星の上で生きていくのならばそれも人類発展上必要なことであったかもしれません。しかし我々は宇宙空間へ緊急避難的に移り住まねばならなかった。宗教戦争なんて実にくだらないですよね。端的に言ってしまえばイデオロギーで対立している余裕などありません。戦争すらできないと。まあそれはそうであろうな。かといって強権的に思想を統一することも難しい。そこで様々な議論の中で生まれ自然と尊重されていったのが小規模コミュニティの独立運用です。ただでさえコロニーは宇宙各地に建設され人類は分散していました。それゆえに自然な成り行きではあったのです。ですが目指したのはただの不干渉ではなくあくまで個々のコミュニティを尊重し互いの幸福追求と発展を目指すというものでした。地球での文明と宇宙での文明を合わせた生き方を模索したのです。社会が構成されてないってことか。結果的には先日お話しした通り人類は急激に衰退してしまいました。人類は急激に衰退しました。それでも我々は今もなおこの理念を掲げて生きているのです。つまり私たちの秋葉原自治もその一環として受け入れていただけるということでしょうか。みんなコミュ障ってことね。その通りです。我々はいずれ地球へ帰ることを目標としていますがおそらくこの宇宙居住区を捨ててしまうこともないでしょう。残る組もいるってことか。帰ってくんのにっすか。はい、最初は避難所に過ぎなかったこの場所も500年も経てばそうではなくなります。私も含め今生きている人間たちにとってこの宇宙こそが生まれ故郷。それを捨て去り地球へ戻るようでは同じことの繰り返しになってしまう。逃げるように住処を変えるばかりでは未来はありません。ユウさんはめっちゃキレてるよ。地球こそが原点であり母であるという気持ちは依然としてあります。しかしだからこそ我々はあくまで地球を含めた宇宙全体で生きていくことを最終目標としているのです。なるほど。ですから
我々が地球到達を成し遂げたとしても、成し遂げたぜ。あなた方の自治区を犯すようなことはしないでしょう。秋葉原自治区の皆さん。あ、はい。はい。はい、はい、な。何か困ったことがあれば、いつでも連絡してください。今の我々の力は限られていますが、支援は惜しみません。はい、ありがとうございます。よっしゃ、こいつらが帰ってくる前に発展させようぜ。我々は、俺らでよ。人類の発展と幸福は諦めません。我々の母なるゆりかご、地球に暮らす人々よ。あなた方もどうか幸福な日々を。微妙にハッピーとは言えないような。まず男性がいないと滅びるんですが、それは終わりましたね。てか、すげえ始まり感ある。終わりって言うと違和感ある。わかる。今ここってもう私たちの国みたいな感じになってるんだよね。自治区、秋葉国。うん、秋葉原自治区か。なるほどな。悪くねえじゃねえか。人口6人の地域。6人おろる。ねえねえ、ちょっと秋葉を散歩しようよ。いつも散々歩き回ってんのに。民の声が聞こえぬ。だってだって、なんか風景が違って見える気がするし、私たちの国を改めて視察するのだ。お、政治家ごっこみたいな感じ。今日勝ったら。でも私も悪くないと思うわ。今なんだかいい気分だし。意味深。お散歩しましょう。そうだな、確かに悪くないし、確かにいい気分だ。決まり、行こう行こう、みんな。キイカさん。なに、走るのなら負けんぞ。散歩って言いながらジョギングかーい。なんか1週目の方が希望ない。だって2週間後に降りてこれるんでしょ、1週目の宇宙の人たちは。1週目より滅んでるやんけ。ここからの風景最高だよね。急激に人類は衰退してるやん。この時間のこの空の色、本当に綺麗よね。お、カズミンが空に見入っておられる。珍しくロマンチックムードですかな。絶対ハッピーエンドの後にハテナマークつくやつやん。珍しくって言うな。珍しいけどな。何を見ていたのだね。いや、空って広いなって思ってさ。そうですね。キイコさんもカズミさんに釣られましたか。うん。でも空っていうか、もう月がうっすら見えてるからそっち見てた。ついさっきまで話してたむつみさんと、それから3万人の人類が、あそこにいるんだなって思って。そうね。でも地球は6000人もいるもんな。ねえねえ、そのうち私たちでテレビ電話みたいなの作れないかな。作れそうだな。テレビ電話？ウェブカメラでの通信みたいなやつか。割と向こうからやり方教わったらすぐ作れるんじゃないか。そうそう。どこと通信すんだ。宇宙っしょ。もちろん宇宙だよ。カメラがあった方がこっちのこともよくわかるだろうし、それにみんなこんなに元気だよって顔を見せたいし、向こうの人たちの顔も見てみたくない。それでお互い顔を見ながらお話できたら素敵かなって。人類の皆様、ええやん。いいとは思うけど、さすがに難しいんじゃないかしら。そうですね。メインコンピューターの通信システムに何とかカメラ入力を載せられればいいのですけれど。まあ幸い部品はいろいろと残っているし、参考になる資料もあるかもしれない。気長に研究開発を進めてもいいのではないかな。宇宙の人類さんたちが宇宙船完成させるのとどっちが先か勝負だ。宇宙船すらないの。お、そう考えると燃えてくるな。言うてこの子たち作ろうって言ったらすぐ完成させるやん。わかる。一瞬で。ゲームのクエストっぽい。
んなもの、どうやって作ればいいのか見当もつかないけど、でもみんなができそうだって言うならもしかしたらできるのかもしれないわね。農作物とかより機械系のものだったらすぐ作っちゃうよ。そうですね、目標があるのは良いことですし、道の先に何かがあるからこそ人は歩いて行けるものなのでしょう。俺たちの戦いはこれからや。宇宙の彼らの話を聞いてそう思いました。向こうは私たちを助けてくれると言っていたが、私たちだって向こうを助ける何かを他にも作れるかもしれないしな。いろいろと考えてみるのは面白そうであるな。まずは地球の奴らと協力して帰ってくれる土壌を作ること。できるできる、きっといろいろできるよ。だってここは空き場だし。うむ、ってことはまた明日からのんびり忙しくなるってことか。のんびり忙しくって何？でも私たちっぽいですな。切羽詰まるよりはゆるゆる進行みたいな。うんうん、ゆるっと頑張ってればいつか何でも何とかできる。だって私たちは私たちだし。マジで何でもできそう。そんでもって、ここは私たちの空き場だし。オープニングムービーの、あら、お腹が見えてるわ。いやー、しかしうちらってマジの意味で宇宙人なんだな。地球にも宇宙にも住み、そして他に人類がいないとなればそうであろうな。我々は宇宙人だ。わあ、もう死後か。宇宙のどこかには人型の生命体がいるなんて割とよく聞いた気がするものだけど、まさか自分たちだったとは。宇宙に広がった人類にも接触してこなかったのなら、案外私たちとあまり変わらない存在で珍しくも感じなかったのかもしれませんね。宇宙人は人類だった？なるほど、宇宙中でいろんな人類が私たちと同じようにいろいろあって、いろいろ大変で、でもなんだかんだでのんびり仲良くやってるのかな。うんうん、それって結構素敵だね。のんびりやないやろ、あの人口の減り方からして。いや、のんびりか。このオチである。はい、それではここまで長い間お付き合いくださいありがとうございました。それでは PS4 版人類の皆様への初見実況プレイ、ここで終了となります。それではここまでご視聴くださいありがとうございました。よろしければチャンネル登録や評価コメント等よろしくお願いしますと。それではお疲れ様でした人類の諸君。